パトリシア・エスピノサ・カンテジャーノは、メキシコの政治家、外交官。在ドイツのメキシコ大使を務めるとともに、気候変動枠組み条約の第5大事務局長を務める。オーストリア、ドイツ、スロベニア、スロバキアの大使の後に、フェリペ・カルデロン政権下では、外務大臣を務める。二人の子供がいる。アメリカ国務省で、コンドリーザ・ライス国務長官。 カナダのピーター・マッカイ外務省とメキシコカレッジから国際関係論の学士号を取得、スイスのジュネーブ国際開発高等研究所で国際法を学び、卒業した。1981年9月16日に外務局に入り、ジュネーブにある国際連合のメキシコ代表を務めた。1992年から1997年まで、 ニューヨークの国連本部のメキシコ代表を務め、イベロアメリカ首脳会議、アメリカサミットの総責任者も兼務した。2000年に、局内で大使に任命され、2001年1月から2002年6月まで、中ドイツ大使を、それから2006年11月まで、中オーストリア大使トウィーンに本部を置く、様々な国際機関のメキシコ代表を務めた。2006年11月28日に、 就任間もないカルデロン大統領がカンテジャーノを外務省に充てる人事を発表し、12月1日に就任した。移民問題や安全保障問題でのアメリカとの関係多角化や前政権時代に関係が大きく、こじれたキューバやベネズエラとの関係再構築に努めている。2013年9月6日より在ドイツのメキシコ大使を務める。2016年5月には、 気候変動枠組み条約の第5大事務局長として、半期分国連事務総長から指名。ありがとうございます。